うまくらー久しぶりに来ました。とうとうやってくれたな。今回こそはマジでキレてんだ。どうもブチギレ系 YouTuber エガちゃんに、もう3回目だぞ。仏の顔も3度までって言うだろう、ハゲ。俺のマブダチ紹介します。ブリーフだの M です。おい M、 よし。説明してやってくれ。よし。まず風天が勝手に兄貴のスタンプを広告に使ったのから始まりまして、その次にたい焼き屋がノーパン村のロゴを勝手に使用したのがありまして、あったな。今回とんでもねえやつが現れました。とんでもねえやつ？どんなやつだ？先日エガチャンネルのツイッターの方にエガちゃんのタトゥーを彫ったやつがいるっていうタレコミが入りまして、これ写真入手してます。どれ？マジで腰抜かさないでくださいよ。ああ、3、2、1、ガン。おい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 、これマジで俺じゃねえか。しかも下見てくださいよ兄貴、バダスサムライって入ってますよね。本当だ。これ許可取ってませんよね？全く取ってねえ。また無断使用ですよ。こいつマジで俺たちに喧嘩売ってんな。はい、上等だよ。もう戦争だ、エモン。はい。もういいっすか、このくだり。あ、無理です。今回は一発撮りですね。一発撮り。やっぱり S と違うね。あとは毎回この小芝居が必要なのかどうなのかというところで、求めている人がいるのかという、そうです。何人かいるんですよ。このファンが、小芝居ファンが。これやっちゃってるよ。6年前だったら毒どんどん出してよ。